ヘンリー・ギブソンはアメリカ合衆国の俳優、声優、脇役として多くの映画やテレビドラマなどに出演、ペンシルベニア州出身。テレビや映画に登場する前の1940年代から1950年代は子役として舞台などで活動していた。その後、1963年にジェリー・ルイス主演、監督の底抜け大学教授で映画デビュー。 演技の幅も広く、ブルースブラザースでは、ジェイク、エルウッドのブルース兄弟に異常なまでの復讐の執念を燃やす、ネオナチ司令官や、メイフィールドの怪人たちでは、トム・ハンクス演じる、主人公のリンカに引っ越してくる薄気味悪い一家の主、ポール・トーマス・アンダーソン監督の、マグノリアでは、ウィリアム・ H ・メイシーとバーテンの男を取り合う芸の老人。テレビシリーズでは、ボストン・リーガルで、投げかわしいが、 口癖の偏屈な裁判官など、小柄で独特の雰囲気を活かした癖のある役柄も少なくない。1975年に出演したナッシュビルでは、その演技が高く評価されて、ゴールデングローブ賞にノミネートされている。息子のチャールズは、資格効果のスーパーバイザーとして活躍しており、1995年制作のベイブとジョニー・デップ主演のパイレーツ・オブ・カリビアン。 デッドマンズ・チェストにおいてアカデミー賞資格効果賞を受賞している。2007年に長年連れ添ってきた妻、ロイスと死別。2009年9月14日、がんのため73歳で死去。マクレラン、デニス、アクター・ワーズ、オリジナルキャストメンバー・オブ・ラフ・イン。ロサンゼルスタイムズ、PA24。オリジナルの2009年9月23日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20090923121638/http:/www.latimes.com ニュースアビッチアリーズラミー・ヘンリー・ギブソン17から2009セプテンバー17 0、565124フルストーリー2009年9月14日閲覧 ありがとうございます。